PC オーディオとは、パーソナルコンピュータで音楽を聴く手段であり、オーディオシステムの一部に PC を用いる、携帯、概念。通常のオーディオでは、音楽再生に用いる再生機として、レコードプレイヤーや CD プレイヤーなどを用いるが、それを PC に置き換えたものである。メディアは、PC 内部のハードディスクドライブ、または、外付けハードディスク、 その他ストレージに保存される。したがって PC を用いて OS にインストールされたメディアプレイヤーを利用して音源を再生するオーディオシステムのことである。デジタル音源の保管や管理は基本的に PC で行い、そのまま再生機器として PC を用いることができるため合理的と言える。ただし PC は音響製品として考えると PC 内部で発生するノイズや PC そのものの安定性、接続端子といった観点からすると問題だらけである。蒸気の問題を解決するため、音声信号をデジタル信号のまま PC から出力し、信号処理は PC から切り離して別の機材で行うアプローチが行われる。PC 外部への出力は基本的に USB を介して行われ、外付け D。 A コンバータを用いたシステム構成が普及している。近年は iTunes などの音楽再生ソフトがネットワークオーディオの概念を取り込んでおり、スマートフォンやタブレット端末との連携強化が著しい。これによってネットワークオーディオとの境界線が曖昧になりつつある。PC オーディオではソフトウェア、機器、ケーブルの接続の選択肢が多く、構築において自由度が高い。 そのままイヤホンを挿して使う簡便性やピュアオーディオグレードに拡充できる柔軟性を持っている。また、スマートフォンやタブレット端末にアプリをインストールすることで PC にインストールされたプレイヤーアプリを遠隔で操作することが可能となる。この場合はコントローラーが PC からスマートフォンやタブレット端末に移行するため PC 側の処理負担が軽減されて 音質向上が期待できる。PC オーディオを利用する場合、PC で音楽を再生するソフトウェアが必要になる。機能や音質を気にしなければ、OS 標準機能で再生可能である。コンテンツ管理アダプトの接続、CD の変換も考慮して、別のソフトウェアを利用することもできる。ハイレゾ音源、DSD 音源の再生の場合、USB、 DAC メーカーのサイトからソフトウェアをダウンロードして利用する。あるいは、フバー r 2 0 0 0やチューンブラウザーといったフリーウェアが利用できる。音楽データそのものを入手、保管する手段も必要となる。一般的には、入手手段はことが挙げられ、保管方法はなどが挙げられる。PC の記憶媒体に CD-ROM ドライブが搭載されるようになると、 CD プレイヤーの代替として用いることもできた。また、CD r o m ドライブから CD の音声信号をリッピングして、ハードディスクドライブに保存して、メディア媒体として用いられるようになった。ただし、20世紀末までの PC の一般的なハードディスク容量は数 GB 程度であり、PCM データをそのまま保存することは一般的でなく、CDR。R RW ドライブを用いて CDR ないし CDRW メディアにコピーするあるいは MP3 形式など非可逆圧縮した状態で保存することが行われたその一方で MP3 の普及はインターネットを介してのファイル交換ソフトによる違法コピーの温床となりレコード会社は対策に乗り出すようになる1999年にはソニーが 有料音楽配信サービス、ビトムーシクを開始し、他社も追随することとなる。この頃は、PC にインストールされた音声再生用ソフトウェアで再生し、PC 本体のイヤホンジャック、またはサウンドカードからの音声出力をイヤホン、またはアクティブスピーカーで再生することが行われた。デジタルミュージックプレイヤーが普及すると、 PC に保存した音楽データを外に持ち出すことができるようになる。特に2001年に登場したアップルの iPod は音楽データを保存するだけに過ぎなかった PC オーディオの可能性を広げることになる。インターネット経由での違法コピーはさらに深刻化し、レコード会社各社はコピーコントロール CD の登場とともに参入するようになる。 日本国内では2002年に登場したものの、わずか数年で撤退。また、コピーコントロール CD の登場は、結果的に音楽 CD を CD プレイヤーで再生するシステム自体の設計的にも音質的にも不利だという欠点を露呈することとなり、PC オーディオの優位性を決定づけた。HD 容量は数十数へ加速化し、 大量の音楽データを保存することができるようになったが PC によっては設置できる HDD 容量に上限があった。これについてはビッグドライブ対応化した PC の登場で設置できる HDD 容量の上限は突破されわずか数年で数十 GB から数百 GB へと大容量化することとなる。また従来の USB よりも高速伝送が可能な USB2.0 の登場で音楽データの保存先は内蔵 HDD から外付け HDD を利用する方法が取られるようになった。ハードディスクの技術革新によって容量が数百 GB から TB 単位となり大量の冷やし縮音楽データを保存するに耐えられるようになる。保存先は外付け HDD だけでなく NAZ が新たに選択されるようになった。 サウンドカードの使用もインテルハイデフィニション準拠になったことで CD レベルのものからいわゆるハイレゾに対応するようになり PC の再生処理能力もハイレゾ音声データをリアルタイム処理するに耐えられるようになり再生ソフトウェアもハイレゾ対応のものがリリースされるようになったその一環としてソニーから発売されたバヨでは従来からの PCM だけでなく DSD データにも対応していた。この頃から、オーディオメーカー各社とも、数百万円クラスの高級 CD プレイヤーの撤退が相次ぎ、PC オーディオが、オーディオ業界では、デファクトスタンダードになっていく。USBDAC は、本格的なホームオーディオに接続されることを意図して、作られるようになった。SSD の価格下落によって、 OS インストール先は HDD から2.5インチ SSD が主流となり、保存用は引き続き、大容量 HDD となる。ネットワークオーディオプレイヤーが国内メーカー各社から発売され、また、スマホやタブレット端末が普及するようになると、iTunes ホームシェアリングや MPD などに代表されるように、PC オーディオはネットワーク化対応される。一部では、 従来からの PC オーディオとしての役割と、ネットワークオーディオプレイヤーに使用するナズなどの DMS へ音楽データを保存するための役割として止まることになる。また、ハイレゾが定義されるようになり、ハイレゾ音楽配信サービスの普及、クラウドサービスの登場など、PC オーディオは、ネットワークオーディオとピュアオーディオの両方の性格を強めるようになる。 オーディオ用を歌う USB ケーブルや LAN ケーブル、そしてオーディオ用ナズが登場するようになったのも、この頃からである。USBDAC は PCM のほか、DSD にも対応するようになった。SSD の技術革新によって、従来からの2.5インチ SSD よりもコンパクトな、シリアル ATA3 タイプの M2SSD や、従来よりも高速で読み書きが可能な、 PCIe 接続の NVMe SSD が登場し、いずれも容量は数百 GB から TB 単位となる。また、M 2 SSD 用の RAID カードの登場で、RAID 例を構成することで大容量化が可能となり、大量の冷やし縮音楽データを保存するに耐えられるようになる。これにより、SSD は OS 用のみならず音楽データ保存用にも、 使われるようになり、音質、操作性、データ転送速度性、静音性が大きく向上する。PC 用の音楽再生ソフトは、次々と音楽再生時の操作を可能にするスマホアプリに対応するようになり、ネットワークオーディオ機能が付加されるようになった。さらに、定額性音楽配信サービスである Spotify や Apple Music の登場により、 CD や MP3 といった音楽データが PC に保存されていなくても、ストリーミングで多様な曲をいつでも再生できるようになった。ありがとうございます。